さあ、チャンネルでーす。チュン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 。見てください。本日引っ越しでございます。いやー悲しい。無理。プラナーハウスサードステージでした。こちらのお家、こちら今日をもって引っ越しということで、いそいそと動いております。モンさん、引っ越しをするお気持ちどうですか？モンスー、こちら、はい、こちら。そうですね。じゃあこれちょっと、うん、下に下ろしますか、うん、遊びたいですか、ここで、うん、じゃあ下ろさせていただきます。どうぞ。こちら、マサのアッパンマン。イエーイ。これ邪魔。これも邪魔なの、うん、そんないっぱいどかせないよ。はい、私はね、引っ越しをするときはいつも堺引っ越しセンターに頼みます。堺引っ越しセンターのね、お兄さんね、すごく優しくてね、私は好きなんですよ。毎回いい人がいっぱい来てくれる。思い出を語っていきましょう。私は昨日ここにかかっているフックを見たときに、ゴキブリか画家コウモリか何かと勘違いして大発狂しました。いる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 。ん？何？キモ。大丈夫？え、どうした？いい、やだ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 。どうした？確認しに行って。え？確認しに行って。で、閉じないで、閉じないで、閉じないで。やばいやばいやばい。あ、いる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 。え？ね、虫網みたいなやつ持ってきて。虫網？全部？虫、噛んでいったよ。やばいね。しかも結構デカめ。デカめ？え？え？何？出ている。え？絵のかかってたフック？おめえ、うん、見に行って。あれ、待って、え、本当？ちょっと待って、本当？え、絵のかかってたフックあれ何？いや、どう見てもコウモリでしょ。コウモリ、コウモリ、どっち、どっち。いや、コウモリだって。え、近づくよ。本当に近づくよ。うん、押さないで、押さないで。倒して、倒して、倒して。倒して、倒して。ちょっと、押さないで。うん。やめて、やめて、やめて、やめて。うん。あ、フックだ。フックだろ。なになに？思っていたの？だって、あれ見て。いや、どう見ても金具。もうこっちから見て。ここでたくさんの動画を撮ってきましたね。お願いします。どうぞ。素晴らしい。危ない。ここにもね、いっぱいね、物があったんですけど、すべて今運び出されて、ウォーターベッドも一旦畳まれてますね。で、今日の夜だけウォーターベッドがない状態で寝るという。あ、すいません、なんか邪魔ですいません。もう今ね、家なんかひっちゃかめっちゃかなんですけど、ポンさんなんかワクワクして楽しそうにしています。ポンさん、今日頑張ろうね。というわけで、頑張っていきましょう。引っ越し終盤でございます。あー、もう何もない。タパタタパタパタパタタパタパタパタタパタパタタパタタパタパタタパ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 タちゃんとさ、うーくんのさ、姫路城がさ、なくなっちゃうの。姫路城だったの。あーちゃんとうーくんの姫路城だよ。ママちゃん、え、どこ、ポンスくん、どこ行っちゃったのかな。あれ、いないな。あれ、どこかな。どこにいるんだろう。どこ行っちゃったのかな。あれ、このところに足が見えるな。あれ、この足は何だ。いたー。もう一回、もう一回やる。
ポンさんね、この引っ越しのこの物がこうやってある感じがちょっとワクワクしてるみたいで、すごい楽しんで、あれあれ見えない、いたこんな感じでもう物が何にもありません。住めば都って本当だなって思いますよね。なんか物がないだけでもう愛着が湧かなくなってきますもん、一瞬にして。はいね、はい、まあ、2年半ぐらいです。2年くらい2年半ぐらい住んだ。はい、じゃあこの家最後かな。いや、まだ契約あれだよね。だけどもうこの家には来ないよ。あー寂しい、寂しなってきた。ラッピさん、ラッピさん、あーちゃんとゆくんさん、ポンスをさ、0歳から育てた場所だよ。ミルクをさ、おっぱいをさ、1日に行ってあげてさ、ここに引っ越してきた時にさ、ミルクが1日ってさ、あのさ、あげたらさ、あのさ、熱が出た。そうだね。これ熱が出てさ、何？なんか変なことしてる今。うん。してない？大丈夫だよ。熱が出てさ、嫌だったんだ。そっか、うん、そう、そうだよね、うん、そうだよ。でもうーくんがた助けてくれたんだよ。なに、何しだ、何もないよ。なにして、かわいい、かわいかったが2倍でこう撮ってた、うん、2倍で撮らないで。はい、というわけでね、窓の外もガンガン映しちゃいますって感じなんですけど、うん、どうでしたかこの2年半。すごいね、この家好きって言ってくれてるお友達とか、あのリスナーさんもなんですけど、いっぱいいたんですよね。なんて言ったってこの木の感じとこの天井が高い感じとかがすごく良くて、でこの広さと綺麗さで家賃が30万円というね、まあと駅近だしすごいいい、良かったなって思います、うんうん、大家さんもすごいいい人で、もし見てくれていたらありがとうございました。さようなら。じゃあちょっと残りもう1台トラックの運び込みがあって、最後って感じなんですけど、こっからまた終盤頑張っていきたいと思います。はい、なんとあ全部なくなりました。何もね、やばい、悲しい。すごい、内見に来た時だ。そう、内見来た時思い出すよね、うん、木の感じとか言ってさ、超ここで懸垂できるとか言ってね、言ってたっけ。あ、ポンさんです。チンチンさっきね、調子こいて走り回りすぎて、あの転んで上唇がちょっと切れちゃったんだよね。で大泣きしたんだよね。痛かった？あー、ここら辺もね、大丈夫だった？なんかこう見るとなんかすごいちっちゃい部屋をうまく活用してたなって思わない？そんな気がする。うん、なんか次のお家がますます楽しみになりますね。で、この物置ね、この物置は優秀だったの、パンパンだったもんな、ね、ここ。そう、この物置はいろんなものが詰まってた、うん、撮影の小道具終わったやつじゃない、布団とかね。で、ここにベッドが、そう、だからここにモーターベッドがあったと思うと、向こうの家もあの広さで十分入るから、うん、全然大丈夫だと思います。あら、走り回れるね。おお、すごいすごいすごい、ぐるぐる走ってます。来たすごい楽しそう、ポンスね。はい、ということで、じゃあもうこのお家にはさようならです。みんなでバイバイしよう。ポンスおいで、バイバイ。今すぐこのお家にバイバイしよう。バイバイ、ありがとう、このお家ありがとう。バイバイ、きれいにしてたからね、次住む人も大事に使ってあげてね、このきれいなお家を。バイバイ。
悲しい。